こんにちは、グリーンです。今日はですね、昨日ご紹介しました、マッチ EQ がですね、ちょっとスクリーンレコーディングしながら、画面の音声も撮りながら、収録してたつもりが、画面の音声が撮れてなくてですね、で、まあ、ほぼ口だけの説明みたいになっちゃったので、ちょっと改めて実演しながら、ご紹介したいと思います。で、今日は、リファレンスの音源をダウンロードするところから、やってみたいと思います。はい、では画面でいきます。はい、で例えばなんですけど、まあ皆さんそれぞれ好きな YouTuber さんとか、まあ、この人の声いいなとか、まあ、あると思うんですけど、ある時僕のタイムラインにパソコン博士大輝さんが出てきて、まあ、すごい有名な方ですよね。今50万人マジか。僕が見た時は何万人だったの ?20 万人だったぐらいかな。ちょっと覚えてないんですけど、え ?50 万人で、まあ、この人、すごい好きなんですけど、僕と多分年齢も近いし、まあ、昔音楽活動やってて、めちゃくちゃパソコンに詳しい人で、動画の編集とかもすごい凝ってて、面白いんですけど、で、僕的には、あ、いい声だなと思ってるんですね。で、聞き取りやすいし、で、今は多分シュアの SM7B をメインで使ってて、まあ、マイクが映り込んでたりもしますし、まあ、するんですね。ただ、僕も SM7B 使ってわかるんですけど、音編集しないと、良くならないんですよね。配信するときに、結構こもって、って聞こえるので、まあ話す時のトーンにもよるんですけど、まああとまあその発声の方法にもよると思うんですけど、まあ基本的には 何かしら音編集してるはずなんですね。でそれがまあ僕みたいになんか DTM めちゃくちゃ好きって感じではおそらくないので、まあなんかオーディションとかで撮ってプリセット当ててるのかもしれないんですけど、何かしら絶対 EQ がかかってるし、コンプもかけてるのかなとは思うんですよね。で、ノイズ処理もしてるということで、まあ、プレミアプロで撮ったんだったら、プレミアプロのエッセンシャルサウンドとか、かけてるかもしれないし、とか、まあ、考えてるんですけど、この方は、音声についてほとんどっていうか、ほぼ、話してないので、そう推測してるんですけど、まあ、ともかく、まあ、聞き取りやすくていい声だなと思うんですね。まあ、だからこそ、これだけフォロワーいるし、内容もめちゃくちゃ面白いので、見たことない方は一度見ていただきたいんですけど、というわけで、一回再生してみますね。はい、こんにちは、大輝です。皆さんのおかげで、ついにチャンネル登録者数が10万人を突破しました。本当に。はい、というわけで、こういう感じで、メールで聞き取りやすいですよね。で、このインフォメーションっていうのかな、なんか詳細統計情報、まあ、僕よく見るんですけど、ここですね、ボリュームノーマライズド、まあ、100% の 89% なんで、100% に対する 89%、1デシベル、余白がある、感じですね。で、ほぼマックスの状態ですね。うん。で、適切な音量で、いい音で配信されていると。うん。いうことで、これ、この動画で言うとマイク映り込んでないけど、まあ、SM7B があったりするんですよね。で、この方を、まあ、僕いろんな人を参考にしてるんですけど、なんでこの方選んだかっていうと、僕との差分が結構大きくて、僕が結構低音で話し続けちゃうので、で、パソコン博士大輝さんのマッチ EQ すると結構違いが分かりやすかったのでやってみます。はい、でまずですね、これこの動画を参考にしたいと思ったら、まあ、スクリーングレコーディングしてもいいんですけど、まあこの動画を例えばダウンロードしたいってなるじゃないですか、リファレンスとして。でそうすると
まず YouTube 動画ってダウンロードしづらいですよね。オフィシャルだとできないはずですし、ちょっとこれはアンローな方法なんですけど、オフリバティっていうまあサイトがありまして、僕は YouTube 動画をダウンロードするときはこれ使ってます。でもちろん商用利用的なことは無理なはずなので、個人でまあちょっと使っちゃうレベルだとまあいいのかもしれないんですけど、まあここで、URL 入れて、まあちょっと待ちますと。はい。で、こういう風になるので、ライトクリックヒアのセーブリンクアズって書いてあるんですけど、とりあえずここをクリックすればダウンロードされます。はい。はい。で、僕の、編集したい音声がこのロジックプロで、すでにあるんですけど、2日ぐらい前かなに撮ったこれが、ロジックでとこの MIV88M と MKH416 かなで撮った生の音ですね。これじゃくないです。今日はですね、こういう感じで、これをまあなんとかしたいということがあって、で先ほどダウンロードしたファイルをドラッグします。こういう感じでムービーがあんま読み込まれるんですけど、まあ、ともかく音声データがあるんですね、こうやって、でちょっと順番変えておきますね。で上が僕の生のデータで、下がパソコン博士大輝さんの音声データ。一回聞いてみましょう。はい、こんばんは、こんにちは、大輝です。皆さんのおかげでついにチャンネル登録、めっちゃ聞き取りやすいですよね。でこれ見てもらったら分かるんですけど、波形めっちゃ綺麗っていう、マキシマイズメッサされてるっていうね、全部まあマイナス 0.1 デシベルぐらいに無事当たってるじゃないですか。読者数が10万人を突破しました。本当にありがとうございます。あ、違うな、マイナス 0.1 じゃないな、マイナス1デシベルぐらいでマキシマイズされてますね。うん。で僕の音が KH416 が届きました。でこちらになりました。まあ聞き取りにくいですねはい。でこれを編集したいんですけど、結局やっぱり EQ がめちゃくちゃ重要な役割を果たしてて、コンプかけたら音が基本小さくなるんですね。なのでまあはっきり言ったらよりこもるし、うん、音量上げてもそのなんていうかな、イクライジングっていうか周波数は変わらないので、基本 EQ でどうするかが重要ですね。なのでマッチ EQ 使います。はい、でこのアイゾトープのオゾン10アドバンストのマッチ EQ ですね。でこの使い方は、まあ、昨日もご紹介したんですけど、まずリファレンスをキャプチャーしますね。なのでこちら大輝さんの音声を、キャプチャーします。押して再生します。ですので、10万人達成したのがですね7月中旬なんですね。YouTube を始めて大体はい。でこのオレンジが大輝さんの、EQ カーブですね。で後ろにバックグラウンドミュージック流れてるんですけど、まあそれは仕方ないとして、まあ、大体音声前に出てるので、だいたいこの感じで解析できてるということにします。はい、で次にアプライトゥーなので、自分の音声をソロボタンにしてキャプチャーします。サウンドハウス眺めていったら、まあ、精度がやっていて、まあ結構安かったので、まあ、こういう感じですね。まあ、再生するのは本当に数秒でいいんですけどね、もうほぼ一瞬で解析されるので。でオレンジが大輝さんで、ブルーが僕ですね。で僕の方はまあこの 200Hz ぐらいが多めに出ちゃってますよね。ここが大輝さんの場合はバーンって下がってたりすると。でともかくこれでもう終わったので、でマッチ EQ かかってると。
で、ここのアマウント、ここがあのデフォルトだと 10% になってるんで、これ 100% にします。ゲットしました。ポイントを考えると20万円切るぐらいですかね、はい、で、これだと音が小さいのでマキシマイズされてないので、とりあえずリミッターで適切に上げますね。で、まあずっと割と欲しかったんで、まあとりあえず勢いでゲットできてよかったんですけど、開けてみて、比較してみたいと思います。今話してるの、はい、まあこういう感じですね。で、これであの波形は、ま、マキシマイズされたので、ビフォーアフターやってみますね。これビフォーですね。これじゃあクリミです。今日はですね、新しいアイテムが出てきましたのでご紹介したいと思います。で、アフター、これじゃあクリミです。今日はですね、新しいアイテムが出てきましたのでご紹介したいと思います。うん、変わったかな。ちょっと待ってね。こんにちは、クリミです。今日はですね、新しいアイテムが届きましたのでご紹介したいと思います。うん。ちょっと今、僕はオーディションでこうやって撮ってて、スクリーンレコーディングでこっちは、スクリーンレコーディングのオーディオインターフェース使ってるので、こっちを僕モニターできてないんですけど、まあ、ともかく、このあの、白いラインあるじゃないですか。これのように、これが EQ カーブですね。差分の。で、かけてくれたということですね。で、これ、DB。これでいいのかな？うん、いいですね。DB、マイナス6って書いてあるので、この辺、700、800Hz が、マイナス8デシベルくらいバーンって下がってて、高域がこう上がってるじゃないですか。で、大輝さんの音って、まあ、聞き取りやすいのでこの 2kHz 以降が結構上がってるんですよね。ってことなんですよね。はい。で、800Hz が落ちてて、って感じ。ただローもないわけじゃなく、すごく両感安定、聞き取りやすいので、ここか、このこもりがちな 200Hz ぐらい、 160Hz かな、まあ、200Hz か、 180Hz ぐらいが 3dB が落ちてますね、とかっていう感じですね。あとは 80Hz がちょっと下がったりとかして、ると、でですね、あとこのスムーシング、こうやるとこのカーブがめっちゃスムースになるんですよ。で、こんだけやると違いわかんないんですけど、じゃあ今度はスムーシング切っていくとより鋭くなりますね、カーブがね。で、小刻みになりますね。で、ゼハンザーの MKH416 が届きました。で、こちらになりました。で、MKH416P48U3 ですね。で、ちょうどサンドハウス眺めていったら、まあ、セールをやっていて、まあ結構安かったんで、ゲットしました。ポイント、うん、まあこういう感じでより精度高く EQ 声見せたいってなるとこれですね。アマウントが100でスムーシングが0なんですけど、まあやりすぎだと思えば、まあスムーシングが50ぐらいの方がいいかもしれないし、これぐらい。で、アマウントもちょっと下げるのか、下げていくとこういう感じです。で、ゼロにすると、フラット。フラットっていうのはつまり、エフェクトなしですね。なんですけど、こうやって、どれぐらい、音を近づけていくかっていうのを調整できるという感じです。で、これがあると、その人の声に近づけますね。その人になれるっていうか。はい。で、
声とか音の悩みって結構皆さんあると思ってて、特に DTM やってる人はそうですよね、だと思うんですけど、で曲作りもじゃあボーカルをこの曲に似せたいとかね、もちろんあると思うんですけど、その場合はまた、別のツール、曲を、分離する必要がありますよね。まずね、曲だと結構ドラム、ベース、ギターとかね、いろいろ入ってるので分離して、まあまだやったことないんですけど、分離するなんかあるじゃないですか、多分今詳しく言えないんですけど、でこうやってマチ9かけるとか、例えば、まあ、あとはそうだな、まあ、リズムだったらドラムだけ鳴ってるパートがあるとしたら、そこをマッチ EQ して自分の音源、ドラムの、まあ、ループでもいいですし、まあ、音源を音近づけるとかができますよね。はい、というわけで今日は、まあサンプルのリファレンスのダウンロードからマッチ EQ の書き方までご紹介してみたんですけど、参考になれば幸いです。はい、それではお疲れ様でした。